国分寺市立第二小学校は東京都国分寺市光町にある公立小学校である。1873年に寺小屋から発足した里人市学校が前身となっている。国分寺市内で最古の学校であるだけでなく、都内でも有数の歴史ある小学校である。開校以後、里人市学者、里人尋常小学校。 村立立林人城高等小学校、村立国分寺人城高等小学校、国分寺町立国分寺国民学校西文教場、国分寺町立国分寺第二国民学校、国分寺町立国分寺第二小学校と公明と立地を変えながら歴史を重ねてきた。また、1968年までに第五、第六、第八小学校が本校より独立した。 国分寺の名にふさわしい国分寺の薬師如来の光景を七角形にデザインしたものである。仏像の体の周りから発した光は非常に遠くまで達すると言われ、それを継承化したもので、ふっつの知恵を表現している。発足当初の孔名、里人氏は論語から生まれた名前である。意味を考えると、里はたくさんの人々が集う場の意で、人氏は 相手のことを自分のこととして考えられる深い思いやりの心を表している。里人氏には学問を身につけるだけでなく人として大事な思いやりの心を育む教育を重んじてほしいという本校見学の熱い思いが込められている。JR 中央線国立駅北口より、徳良循環バスもしくは国北町公園行きバス乗車後、国分時代に小学校バス停下車すぐ、 ありがとうございます。